始まりましたスマブラハウス。はい、 MC を務めさせていただきますスリパレントバーテックスに所属してますジャパニーズカケです。よろしくお願いします。はい、そして、今回もたくさんのゲストの方にお越しいただきました。自己紹介お願いします。はい、将軍です。よろしくお願いします。はい、将軍さんよろしくお願いします。はい、はい、そしてはい、ケプトです。よろしくお願いします。はい、ケプトさんよろしくお願いします。はい、レインです。よろしくお願いします。はい、レインさんよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、チャンネル登録1万人記念雑談ありがとうございます。めちゃくちゃやりました。出してるな。ケプ兄のおかげでここまで来た本当にケプトさんのおかげで。いやでも本当にね、見てくださっている皆さんのおかげでチャンネル登録がね1万人に1ヶ月で、到達しました。やってるこちら側もね、すごくこう励みになっております。本当に楽しくやらせていただいております。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます、はい、いやありがとうございます頭下げていいのかな。いや頭下げて大丈夫です、大丈夫です。ケプトさんケプトさんのやっぱしずえさん回でやっぱグッとこう、まあまあね、そうグッときた感があったので、はい、ということで今回ちょっと雑談なんですけれども、まあ、発売して1ヶ月ということで、実際スマブラどうよっていう感じなんですけど、まあ、もちろん僕なんかより皆さんの方がもう何千倍もこう努力されているので、どうですか。正直いや面白い。めちゃめちゃ楽しいです。なんかあの言ってますよね。今までのその正直結構そのスマブラのシリーズごとに好き嫌いってやっぱあるんですけど、はいはいはい、今作は自分かなり好きな方ですね。ああなるほどなるほどなるほど。なんかもう言ってますもん。よくその聞くのがもうキャラクターバランスがめちゃくちゃいいから何使っても面白い楽しいっていうのは皆さんねおっしゃってますからね。あともう攻められるのがいいよね。結構あそっかそっかそっか、守りゲーじゃなくなった。守りゲーじゃないって結構攻めた方が強いっていうのがやっぱこのゲーム性としては面白い。ああなるほど、うん、そういうことなんですね、うん、将軍さんどうですか。僕は、はい、まあゲームやっぱ面白いなって一緒で、はい、でまあ何よりも、うん、まあ、スネーク復活したのは嬉しいですね。あそうか、うん、それですよね。まあ、将軍といえばスネークね。そうで、あんまり俺普段っていうか今まで、はい、そのこのキャラで勝ちたいみたいなのはなかったんですけど、はいはいはい、その場その場で一番勝ちやすそうなキャラ選ぼうかなって感じだったんですけど、はい、まあ、最初のマリオから始まってね、まあ、知らないのですねマリオ時代の将軍さんですか将軍マリオ知らない。知らない、知らなかった。まあ僕 X、まあ、16歳7歳ぐらいの時、はい、始めた時にこんぐらいね、始めた時こんぐらいだったんですよ。120センチぐらいで坊主じゃないですか。そうなんですけど、そうで、まあ、最初マリオ使ってて、はいはい、そうそう、まあ、でレインさんも本当に年上で、はい、もうめちゃくちゃこうレインさんっつって助けてって、あ可愛がってたんですね。そう、まあそれは冗談なんですけど、はい、もうでも実際可愛が気に入って可愛がってたの確か。まあ そんな感じで結構そう、うん、して、はい、してというかそんな感じでやったんで、はいはいはい、その時マリオ使ったんですよ僕。なるほどなるほど。そうそうそう、でまあ何の話だったか忘れちゃった。本当ですよ。なんだっけ、雑談ですから。スネークが帰ってきて嬉しい。そうで今本当にこのキャラで、うん、もうなんだろう、自分がこう一番進んだ動きをしたいみたいなのが結構あって、それがやっぱ面白いかなっていうのが今までにない楽しさかなっていうのが感想ですね。なるほど。ケプトさんはいかがですか。そうですね、さっきレインさんも言ってた、はい、そのやっぱ攻めた方が強い、うん、楽しいっていうのが結構あって、なんで見てる方も割となんか観戦が楽しいって言ってくれる声が結構多いかなって思います。やってる側も楽しいんですけど、うん、はい、見てる側もやっぱテンポよく進んでくる。そうですね、で結構なんか言われてるんですよ、スマブラ前作って結構ゲームテンポが遅かったんで、うんうん、他の格ゲーと比べるともう決着も遅いし、うん、あなるほど、結構だれる、うん、はいはいはい、言い方悪いですけど、はいはい、あったんですけど、そこもやっぱ改善されてるかなと思いますね。いや僕もやってて純粋に楽しいです。僕、うん、64とデラックスはやってたんですよ、うん、ちょうど中学生とか小学生ぐらいの時でやってて、で、まあ、発売するってなって、まあ、キャラクターもめちゃくちゃ多いし、うん、あのストーリーモードみたいなのがあったじゃないですか。ありましたね。あるじゃないですか。で、あれも興味があったんで、あやろうと思ってて、でそしたら、まあ、他でちょっとゲームをやってるんですけど僕は、そのそっちが忙しいんですけど、こう吉本の社員さんからちょっと小池スマブラ本気でやれよって言われて強制本気で本気でどのレベルですか本気ってどれだろう。僕本気でやってるゲームあるんですけど、ああ知ってる知ってるって言われて、でもそれとは他に本気でやれよって言われて、あ同じベクトルの本気だこれはでこうね、大会とかも出なきゃいけないっていうのはあるんですけど、
まあ、その他にもレインさんや将軍さんからめちゃくちゃ葉っぱをかけられるっていう1ヶ月でした、ね、まずねあの、はい、ビップ行ってねそう、まずビップ行こうっていうところでまずこの収録に来るとまず小池さんどれぐらいの戦闘力になりましたか、はい、あれがプレッシャーそれがプレッシャーそうあれが愚痴会ですかそうなんですよでもまあまあまあたくさん動画上がりましたもんね、うん、今までもね上げてますねどんな動画がなんか一生残ってるとかありますか一生残ってる動画はいなんでしょうねこれ楽しかったもうあれですレバガチャレバガチャめちゃめちゃ面白かったあれ確かにあれはあれびっくりしたいやあれ編集のもううまいなと思ったんですよあれなんかカットカットみたいな、ね、そう僕らのなんかあの普段の感じが出てるじゃないですかあれめちゃくちゃ面白かったあれそうあの企画っていうかあれやる前、はいはい、レバガチャ今回やろうかってことで、はいはいはい、レインさんが自信満々にまあやってきてそうです、うん、そう俺そうレインさんのマジ感がやばいちょっと悔しいなってんそうスマイルで検証して俺最高のレバガチャ見つけたってすごい嬉しそうに言ってきたから、はい、じゃあやるかって言ったら、はい、小池さんと五分になり始めたいや待って結果勝ったからそうですねいやでもあれもおかしいの俺動画でも言ってるけど、はい、キングクルールに対して下投げから 200% で抜けられるか抜けないか強豪で勝っても意味ないのよ実質的にね使わないからみたいな他の投げで大丈夫だからそこまで180で抜けられる人一緒なのよ普通だからもうみたいなね勝った負けたら関係ないあれはね意地です意地、うん、そうですね、まあ、いや負けましたさすがです言ったらまあ一応連鎖勝ったけどね確かにそうですね助かったはい、はい、うわあれ面白かったそうでも僕は、はいまあ、キャラランクですかね、うん、はい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 なんかすげえ叩かれたんであそうでしたっけそうあれそうでしたあまあ一応まあそのね、はいまあ、いろんなこう媒体がというか、うん、あはいはいはい、まあ、いろんなところで拡散されて、うん、ありますねはいツイッターやら、はい、ねまあこう名の知れない人たちが集まる人もあれば、はいはいはい、まあもうこういろいろあったんですけど、うん、まあまあなんだこのランクはともう言いたい方で割とあったんでなるほどねまあそういう意味でも印象には残ったっちゃ残りましたね、はい、まあでもあれ僕こう旗から見てて本当にめちゃくちゃ別会議室でホワイトボードを使って、はいはい、ガチ勢が8人ぐらいいましたねあの時でマジで日本で知らない人いないだろうぐらいの喧嘩喧嘩だったねあのねなんかちょっと雰囲気ねもういいよもうやってみたいな感じの人もいればもう A に入れなよみたいなね俺には10年つけらんねえよそうそれぐらい本気で話し合って結果あれなんで皆さん見てる皆さんもね本当にあのめちゃくちゃ試行錯誤してあれの結果なので、うん、そうね、それだけは分かっていただきたいなっていうのはあるんですけど、うん、あれ面白かったっすね、うん、チラッとだって僕もあの会議室にチラッと入ってでも普通ならあ小池さんみたいなそこ座ってくださいみたいなもう全員無視でいや、S プラスは作るみたいな そいつはピカチュウ使いのやつどうすんのみたいな S で終わりにするみたいなS プラスはなんか左右の順位はどうするみたいななんか S の中でもあれはどうするみたいな いろんな場面聞いたんで全部聞いてくれ名前出ちゃったでもそれぐらい本気で考えていただいたというぐらいね皆さんあれはもう情熱こもってましたね本当皆さんのそうですねあれ楽しかったです難航しましたけどそうですねまあそういうのも含めて結構印象残る、うん、はい、うん、はいレインさんは自分は、うんあの小池さんのVIP挑戦の VIP の壁の回ああありましたねありましたねはいはいはい、はい、あの回で小池さんが絶対勝てないだろうと思ったので最後勝ったのがあれびっくりしましたね自分は印象でしたねあ違うんですよまだ多分これ収録してる時はまだ上がってないんですよでも自分はそれが一番印象に残ってるんですよねはあそうかそうかもう完全に格上だと思った人に小池さんが勝ってえマジみたいなあれ励みになりましたね、はい、僕もいやなんか会うたびに「え小池さん世界戦力いくつですか?」ってそうねあのプレッシャーがねある中よくやったとそうですまあなんか個人的にその小池さんまずまあ、まあ、VIP は絶対行ってもらえる、はい、もうこれはもう 100% 行ってもらえる、はい、で自分は小池さんにやってほしいのはウメブラ予選突破、うん、これをこう目指したい予選突破にします、はい、あ優勝にしときます違う上げるんじゃなくてあ違う違う違う何やっぱあのなんか不満そうだった不満そうだ俺はまだいけるぞいや違う違うそっちのベクトルじゃないですみんなとは言ってない1回戦2回1回戦にしませんだってもうウメブラなんて言ったらもうやっぱりねそこそこいやいけますいや違う皆さんがいけるって言ってるだけで
ズブの素人なんですから僕は。いけますって。あでもまあまあ確かに目標は高い方がいい、いいですからね。そう予選突破をじゃあ目標にしますか。予選突破いいラインですよ割と、はい、でそれやったらもういや結構むずい。みんな、はい、みんな登録してくれますよ。あ高評価いいね。本当ですか。確かにこれ見てればいけるんだ。そう僕も予選突破できるんだって。だって自分たちはこの How to VIP、うん、はいそうそう How to 梅村予選突破。あなるほどなるほどなっていくんですよ。そうか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 、うんはい、でもそしたらそのうちちょっとザクレイ君ともトントンの試合ができるようにいつかはなるわけですね。山も当然。本当ですか。言ってて8年ぐらいかかるな俺多分それやるのに。でも分かんないですよ気づいたら優勝ジャパニーズこいつ。いやいやもうそれはちょっともうおこがましいので言えないですけど、でも努力はします本当にやってはいるんで、もうゲームを毎日触っているんで立場上ですけど頑張ります。一気にビジネスいらないこと作っちゃった、はいね、僕もやっぱり捨てられないものたくさんありますから、お金が大事ですからそれは。僕なんかあるかな印象に残ってる。誰も振ってないですけど、ね、ごめんなさい。でもね僕ね全然こっちの役目だった。視聴者も分かってると思います。はい大丈夫です。あいつなんか一人で勝手にやってんなって。いやでもあのちょっと一回フォローだけしてもらうと、はいはい、自分とね将軍で2人でスマブラ入るって言ったんですよ。 あまりにも歯切れの悪い。あやべえこいつらすげえんだなって。そう何もキレがないね。始めましたスマブラハウス、うん、みたいな。そういやそうですね、僕のちょっとあの本業の方でちょっと忙しくて出れなかった回があるんですよね、うんうん、でまあちょっとコメント欄の方が大変なことになってますってね全体ラインで回って、もうそれじゃないですか一緒のこと。いやでも嬉しかったですよ。嬉しかった反面おいおいこれはネタだよなと思いながら僕は読みながら、僕全部基本的にコメントに目通すんですよ、うんだからあのなるほどの回数を数えてる民もいるし、うん、ねはいの回数を数えてる人もいたし、もうはいいいからみたいな、ね、そう、ね、方もいらっしゃ、確かにそれは見づらいなと思ってちょっと気をつけなきゃなみたいなところもあったんです、うん、声がうるさいとかもありましたし、そういうのも参考にやっぱするんでするけど、一つだけ本当にあのどうしてもなんですけど、あの声の大きさだけはこれが仕事なんで許してください。芸人なんです。俺ら側の問題だ。いや違うんですよ、僕の2人だけの動画見たんですけど、はい、ボリューム設定変えましたね。あれちっちゃいかな、ね、こっちの問題かなって。そうそうね、あのボリューム設定で小池さんいたらすごいわーって食べて食べてうわーみたいな。それだけはねちょっとあのご勘弁をご容赦をっていう感じなんですけれども、まあでもそうですね、コメント全部通して例えば次何こう見たいっていうのとか、うん、そういうの反映したいっていうか、まあ、反映してるつもりではいるので、うんまあ、どんどんねあのそうコメントも書いていただけたらなと思ってますね、うんまあ、確かにあれ印象に残りましたね、あの小池ロス事件。小池ロス事件なんか、ね、いなくなってから気づいたあいつの良さみたいな。元カノみたいになってますからね僕ね。あの将軍とかいうやつ、まあ、ここだけの話、はいはいはい、あれ首首じゃないって言ってあげたじゃん。あのなんかあの遠足来れなかった人みたいな、首じゃないですよって言ってましたね僕がね。あ集合写真の中で、はいはい集合写真の端っこみたいな。絶対だって俺何も言わなかったら小池首だなって絶対言われる。なんかねなんか嫌な感じになりますからね、変な感じにね。ありがたいなと思いました本当に。ありましたね、よかったよかった。この1ヶ月間で、スマブラスペシャルが発売されてから生活の変化みたいなのとかってありました？生活の変化でも、うん、ケップに一番あるんじゃない？いやまあここに来てる時点で変化ですよ、はい、まあそうですよ、ね、こういうなんか機会なかったですもん、うん、はい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 、はい、この2人は割と大御所なんで。いやいやうるさいな。まあ正面さんほんとうるさいよ、うるさいよ。はい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 、まあ、スマッシュログも前作。あこれはダメか。いや全然大丈夫、大丈夫大丈夫、紹介してるから。あのコメント欄だけですよ。スマッシュログには触れるなよみたいになってるのは。これ別にその他局とかじゃないから。そうですそうです。スマブラ盛り上げて盛り上げてこうです。ちょっとしちゃった今。大丈夫大丈夫大丈夫。スマッシュログとかも前作からやってます。はいはい。そうそうそう、まあ、とはいえね、まあ俺も割と変化はあったよ。あまあ、うん、そうですよね。やっぱスマッシュログとこれってのもあるし。はいはい、うんまあ、あと立場上こうねゲームウィズにスポンサーされてっていうことで、おめでとうございます。あすいません、なんかそうアピールしたわけじゃないですけど、まあまああのなんだろう、大会でもちょっとまし、うん、気持ち的にねやっぱ変わることもあるんで、その辺は変わったかなって思いますけど、うんうん、なんか
変わったこと？レインさんもね、え、所属っていう意味では。まあ一応、あのもうこのタイミングで発表されてるんで多分言うんですけど、はいはいはい、まあ、吉本ゲーミングでスマブラやらせていただきます、はい、だから僕の後輩になるわけですよね。そうです、あの先輩なんでちょっとあのビシビシ使ってやってください。よろしくお願いしますね、みんな。ちょっと頼むよみんな、ごめんね。はい、まあ、発表されてると思うんで、はい、あの自分も吉本で、はい、あの一緒に頑張っていく、はい、よろしくお願いいたします。おめでとうございます、はい、変わった部分はそこかなみたいな。いやでも皆さんそんな所属とかで変わったっておっしゃってますけど、圧倒的に時間今少なくないですか？時間はそれが一番変わったんじゃないですか？一応みんなね社会人で、ね、うん、そうですね、やってて、はい、そうですね、多分僕が結構はきついような気がします、ね、いやもう今それのばっかりの話になってますよ。いつ倒れるのかっつって大丈夫なんですか？そこまでじゃないですか？ちゃんとあのお見舞い会作るんで、ね、ロケロケ初ロケ初ロケやだよ、初ロケ将軍さんの見舞いって寝起きドッキリ10R やめてくれ。あの多分一番視聴率いい、多分、うん、本当に20万冊やったいやでもそうですよ、もうたくさんね時間をこう僕の方でも使わせていただいてるなっていう感はあるんで、これにこう読んでっていうのはあるんで、だから強くなってもらえなきゃ困るんです。そうなんですよ、だからまあとりあえず急に矛先がそんなつもりじゃなかったやり玉に上げられましたね、うわでも頑張ります本当に、はいはい、ありがとうございます。なんかこうあったら言ってほしいんですけど、なんかありますか？そう言われて難しいよね、うん、なんかありますかって、もう本当に何かあったら言っちゃっていいですか？何かあったら言ってくださいよ、もうお腹すいたとか本当ですよ、お腹すいたって思い出しましたよ、ケプトさん。さっきこの収録前ずっとケプトさんのカップラーメン待ちだったんですよ僕ら。そういやもう聞いてください、はい、やっぱ YouTuber として大御所じゃないですか。いや今だっても2000人とか行くぐらいなのに、もう今日の集合とかももう当然のように遅れてくるんで、遅刻なさい、ね、休憩時間カップラーメン食ってみんな待たせる、はい、これがケプトに違う、これねガチャお待たせ違う待っていてみたいな感じだったでもすごいみたいですね、配信すごくないっす。あの配信ケプト、あのこちらで目をでかくするな。いやでも本当に将軍さんもされてますもんね。はい、もう足元にもって感じですよ。でも本当にあの概要欄にもあの皆さんのチャンネルとか貼ってあるんで、ぜひねツイッターのフォローとかあのチャンネル行っていただいて、あの定期的にされてる放送見れば、うん、本当に上手くなる、直結で上手くなると思うんで。もうそのキャラの使い手とかにも限らず、もう対策したかったらね見た方がいい。いやそうなんですよね。何ですかこの時間は。お金払いますね。でもすごいですよ本当に。いやだから僕はあのなんでしょうね、あのキャプトさんと何回かこう撮影で一緒になったんで、うん、まあちょっとダチ感は出しとくんですけど。キャプト配信結構やってるよね。はい、うちから、はいはい、出した方がいいですね。そうですよね。ダチ感は出してるんで自分の配信で。あキャプトでしょみたいな。自然ね、小池さん見たことあります？将軍さんの雑談、ホテルで雑談するんですよ、この男は。何すぐムーディーなムーディーで、矛先をすぐに変えて。めちゃくちゃ面白いじゃん、何すかそれ、ワイン片手に。見てないです。いや、もったいない、あれが一番面白いって感じたもんではないのに。多分あの概要とか出てると思うんで。あ、いいですね、チャンネルのリンク貼っておきましょう、ね、遠征するときに、まあはいはい、ホテル、僕、タクオフとかあんま泊まらないんで、はい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 、ホテル泊まるんですよ、はい、でホテルやることないんで、はい、まあ配信しようかってことで雑談配信やってるんですけど、はいはいはい、なんかそれがそうホテルっていう場所も手伝って、うん、なんかそうエロいだの言われるすごいっすよ、何にも普通に話してだけなんか恥ずかしくなってきた見てるこっちがねやめてくれよそう、まあ、それ面白いっすね、あれぜひ見てほしいっすね、うん、まあ、ちょっとじゃ あの概要欄にそのあの動画の直接リンクで、そう直輪貼って、はいはい、アーカイブを、そうですね、アーカイブ載っけときましょう、もうめちゃくちゃ再生数を跳ねたのかもしれない、動画渡っておすすめ動画こちらいいっすね、あの終了のアノテーションみたいですよねおすすめ動画こちら、絶対やられるから、絶対普段のゲームやってるスマブラやってる将軍さんはやっぱりモニター見てるんですよ、そりゃそうですよ、ホテル配信と違いますよ、おもう目と目が合います、ね、将軍さんと目が合わせられるのはホテル配信だけ、うるさいよいやでもいいことだと思いますよ、そうやってプライベートをねあの垣間見えるっていうのはこう、うん、やっぱ距離感縮める一歩になると思うんで、あれだね、今思ったけど、うん、いじられる側きつい、ね、だからもうカウンターパンチかましてやろうちなみにあの将軍がこんなにいじられるの珍しい、
あーまあ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 スマッシュログとかも見てますけど、スマッシュログとかでもだってなんか結構親玉感出てる、いやそうですね、出て出してないよ俺も今適当にうんうんそう出てたかなって思いながら乗るなよいやなんかもう将軍といえばクールはい、いやはいじゃなくていやもうはいですよ、いやいやいや、いやだってみんなあるよねクール、いやあるありますよ、僕初めて将軍さんにお会いした時、はい、お仕事帰りだったのかな、うん、こうスーツを着てらっしゃって、はい、でこうコートを着てらっしゃって、はい、まあ今日もそうなんですけどね、まあまあそうでしたねそうですね、そうなんですけど、あの初めて、あどうも初めましてつってよろしくお願いしますつったら、はい、どうも初めまして将軍と申します、いやそういや芸人特有のいやバカにしてない、してない、してないんだよみんな、悪意が、悪意ないよ、いやめちゃくちゃ本当に初めまして将軍です、いやいやいやこれ芸人、いやこれが芸人だから、もう特有の本当に本当にそれぐらい、あきっちりしてる方なんだなっていうのは本当にあったんで、あそうクールキャラとかじゃなくて、あ本当にそのそういう人なんだなっていう、だからなんかあんまり、まあコンセプトあるんで本人に、はい、そっか、レインさんは初めてお会いした時すごくあのこう和気あいあいと接してくれる方だなっていう、はい、そういうキャラで、ケプトさんもそうなんですよ、もう初めてのお会いしたのがしずえさんの収録の時だったんで、見てくださいこれこんなに可愛いんですよ、トースカートヒラヒラねみたいな、そう、え違うそこじゃないんだと思いながら、なんかもっと聞きたいことがあるんじゃないか視聴者はと思いながら、あそんな感じだったんで、あと僕あのまあ、今いらっしゃらないんですけど大丈夫ですかね、お名前出しちゃって、ヒカルくんですか、そうなんですよ、いやいや僕ねすごいな地味にあ結構気に入ってますね、そうなんですよ、ヒカルさん気に入ってて、まあ、すごいですよね、なんでしょう本当にあの普通にやり取りするぐらい あ, のあれなんですけど、ちょっとなんかツイッターでたまにリプライ送ってます、そうなんですよ、そうなんですよ、ね、はいはい、それぐらいなんかねすごい可愛いじゃないですかヒカルさん、力こそパワー、そうそのフレーズもいいですよ、ね、意味わかんないね本意本意くさげる。スマブラハウスの名言はチクロスパワース。あ、もうそれでいきましょう。今。あれもあれだっけ、褐色なんだっけ。褐色の彗星。それは知らないですよね。ご存知、ほらご存知ないからやっぱり。動画投稿楽しみにしてください。でもそうなんですよ。もうたくさんの人とね一緒にこうゲームをやらせてもらう機会があったので、それはやっぱ印象残ってますね僕は、うん。うん。だからスマッシュブラザーズ。でこんなにそのやっぱガチ勢の人たちっているんだっていうところからまず僕は入ったんですよ、うん、変な話やっぱ知らなかったのですごいなと思った反面、あこんなに和気あいあいとしてるんだっていうのが大きいですね、僕のやってるゲームとかだと意外とやっぱり、まあ、そうですね対戦ゲームだけど、ね、うん、和気あいあいとはそこまでいかない部分もやっぱあるので、どうしても戦いなので、うん、でも皆さん仲いいなっていうのが印象でありましたね、やっぱあのオフラインで顔合わせるんで、そうか、それが大きいですよね、確かに、うん、まあ、だからあれ時ですよね、キャラランクの時だけちょっと揉めたのは、あれはそうですね、あれはスタッフさんも笑ってますけどね今ね、あれはね、あれ面白かったむしろむしろ あれを配信しながらやるべきだった、配信しない、この生配信でアップデのタイミングとかでやりません、あれこんな風に決めてるんだ、このキャラはこのランクだ、隠しカメラやりたいな、ね、なるほど、隠しカメラ、確かにいいっすね、それさりげなく置いとくみたいな、あそれいいっすね、だからちげえからいやこいつは S なんだよで、あの後ろの方で3人ぐらいが別の会議始めるっていう、いやでも S になってるけどあれじゃないかなみたいな意見がまとまるっていうね、う3人ぐらいで、そう あったな、そんなのは、まあでも本当にあれですね、今後もたくさん動画上げてくんで、でコメントも読んでます本当に、僕は、僕というかみんな読んでます、みんな多分読んでる、はい、僕コメントしてるしね、僕あ、コメントされてましたよね、お願いします、すごかった、はい、見てないでしょ、だからいや見てる見てる見てるコメントでこれでめっちゃ見てますよ本当に本当にそうですよね、うん、でもされてました将軍さん、ちょっと遅めにコメントしたから、うん、見てなかったかもしれないけど、うん、そうそうそう全部見てるし、ね、コメントもしてるんで、はいはい、そうなんですよ、なのであのぜひこんなのを撮ってほしいとかこんなのが欲しいっていうのが ありましたらね、全然コメント書いていただけたら嬉しいなと思います、本当によろしくお願いいたします、ちょっとそのうちコメント返しとかもね、あそうですね、1万人記念でコメント返しっていうのね、やっぱり疑問が解消されていない方もいらっしゃいますから、うん、ちょっとまあ10分ぐらいの動画でざっと、うん、あのコメントを返せたらなと思っております、うん、はい、じゃあ今回は雑談ということで1万人記念ありがとうございました、はい、まあちょっと裏話みたいなところもねあったりして、まあ今後もねたくさんやっていけたらなと思うんですけれども、何ですか今の笑いは
大丈夫ですか、キャラランクの揉めたことによるなんか反響が怖いなみたいになってます。やべやべやべみたいな。僕は一番人気って言われると4人で頑張ってきたみたいな、はい、そうそこ肩組みます。4人で頑張りましたね。いやいい、でも出てきた、出ていただいた皆さん本当にありがたいなと思ってるんで、うん、僕はまたね、あのこうやって機会がありましたらどんどんいろんな方と、ね、雑談していければなと思っております。はい、はい、皆さんのチャンネルも概要欄にありますし、チャンネル登録高評価していただけたら嬉しいです。頑張れます。今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。